今年もついにこの時がやってまいりました。いいかみんな、今日から湯沢ライフがスタートだ。イエーイ。というわけで出発時刻は4時を過ぎました。向こうに着くのは夜ですね。でグッバイ千葉県、また来年、バイ。そして行きましょう湯沢。 Here we go。 天然パーマもうすぐ関越トンネルです。来たよ出口。てれー、うおー、あ、量が多い。もう吹雪、吹雪順。予想よりは雪は少ないが、わあ、でもいっぱい降ってる、積もってる。やったー、そこは雪国だったー。安成川端、すごい、やっぱり雪いっぱいある。あるね。うん、おっと、誰もチェックおらんやないかい。おい、嫌なんだよチェックするの。紹介したいと思います。驚かないでください、この驚愕の金額に。てってりー、料金は5,270円。オーマイガー、オーマイガー、クリスマスなのに。クリスマス割引してないのかい。割引が効いてこれ5,270円。たっけーな、おい、ガソリンもたけんだからちょっと割引してくれねえか。というわけでトンネルを抜けると、そこは雪国だったライブでした。ユーザーライフ2022、最初の朝ですが、もう吹雪です。積雪は一晩で約30センチですかね。えらいこっちゃです。車がなかなか駐車場から出せない。さらに向かいの岩っぱらスキー場がガスってまるで何も見えません。今日はですね、外出控えてくださいっていう警報が出てるぐらい大雪降っております。私たちは引っ越し作業の続きをします。やばいです、やばいです、この状態です。ディリー、一晩でえらい積もってしまった。うわー、すげー、嘘でしょ、これ夕べ到着した車ですよ。わ、そして俺のハイエース、えらいことになってる。マジか、おい、出発するまでどんだけかかるんだよ。うおー、ハイルーフになった。俺のハイエースがハイルーフになりました。これ一晩です。なので、50センチですね、積雪。いや、これ、あ、もう大変、いきなり初日から雪かき大変すぎる。では行ってきます。やばい、災害級。これ昨日着いた時はね、わーい、真っ白だーとかって大喜びしたんだけど、
翌朝車を出すのに30分、こりゃ参ったぜ。これがね、南魚沼の本気です。くれぐれもこの冬こういう事態になることも想定して、ちゃんと車の装備等々をねしっかりとしてから雪山には遊びに来ましょう。いやーやばい、すごいことだこりゃ。大雪の公民館にやってまいりました。ここでマジック12ですね、前回ご紹介しましたマジック12をゲットしたいと思います。行きましょう。こんにちは。こっちもですね、マスク。ちょっと、ヘアマスク。フォーカーもお揃いじゃないですか。ちょっと、仲がいいみたいじゃない。こちらのカードの方もご覧ください。すごい。あ、紫だったでしょうね。ホログラムキラキラだね、今年も。うん、やったね。ね、見て見て。今年も、マジック12、ゲットだぜ。てってりーん。じゃんじゃん、じゃん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 。イエーイ。これで、湯沢にある12のスキー場ね、滑りたい放題のマジック12、ゲットしました。これこそ2拠点生活で子供たちが湯沢の小学校に通ってるからこそ受け取れるご褒美みたいなもんですかね。お、ゴンドラがあります。よし、子供たちのスキーチューンナップゲット、着々と準備は進んでいきます。 Thank you クレイブ。いやー、湯沢市街もう除雪しても除雪しても道路が埋まってしまうぐらいの降雪量です。非常に安全運転していかないと危険です。これが湯沢の洗礼だ。デレーここで悲しいお知らせがあります。私、天然パーマ父ちゃんはですね、昨日からの引っ越し作業、大きな荷物、重たい荷物の運び込みですね、引っ越し作業に加えて今朝のハードな除雪作業、もう一晩で50センチ積雪するというハードな除雪作業のおかげでですね、湯沢の洗礼を食らいまして、腰痛再発。なので今日の初滑り、見送ることになってしまいました。というわけで、実は先ほどから再三言っている通りですね、今湯沢はものすごい大雪です。なので本当にその雪国を走るための装備のない車はぜひというか、とびっきり気をつけていただきたいです。タイヤは本当スタッドレスじゃないと、チェーンとかの車はそれを脱着しなきゃいけないシーンが非常に多いと思うので、なるべくスタッドレスを履いて来られる方がベストです。それから雪を跳ねるためのブラシね、プラススコップなんかをね常備しておくといいと思います。万が一のことを考えて毛布を積んでおいたりとかね、そういうのも少し、考えて来られた方がいいんじゃないかってぐらいものすごい降ってます。この雪の降りは明日明後日まで続くそうなんでね、天気予報でも再三なんだっけ、災害級の降雪量っていうふうに伝えてますが、あながち嘘じゃないですのでね、ぜひお気をつけください。それではまた、バイ。 Dude, that father is 10 and permed